埼玉県再生会川口総合病院は埼玉県川口市にある病院である。設置者は社会福祉法人恩師財団再生会支部、埼玉県再生会。南部保健医療圏における地域医療支援病院の承認を受けるほか、埼玉県災害拠点病院、地域がん診療連携拠点病院などの指定を受ける。1990年に制定された印税は岩再生。 恩師財団再生会埼玉県支部の施設として1940年4月15日に当時の川口市西町一丁目32番地に設置された木造2階建てで内科外科の両科を持つ診療所であり工業都市川口の医療需要を吸収したついで1941年には多数の特殊化の寄付などを受け病床50床の病院となったが 病床数が不足しており、特に入院を要する結核患者が増えたため、1957年までに217床まで増床した。1954年に国鉄西川口駅が新設されたため、人口の増加とともに医療需要もさらに拡大することとなった。1960年代には建物の拡充と診療体制の拡大が図られ、産婦人科、整形外科、 自備院校科、眼科、小児科、歯科を増設し、総合病院の承認を受けた。同時に、木造の建物の鉄筋化が図られ、増床が行われた。現在は、一般400床、結核20章を有し、第2子感染症指定医療機関となっている。病院に勤める麻酔科医が、ツイッターで暴言を連発する発言を繰り返し、書き込んだため、病院に抗議の電話や、 電子メールが多数送られた。川口総合病院は懲戒処分の検討など、再発防止を約束した問題の麻酔会は、病院のウェブサイトから削除されている。恩師財団再生会川口総合病院50年史、口へ。意味は、一致団結して、仲良く発展して行こう。お詫び、当院職員による SNS 上での不適切な発言について、 2019年1月23日閲覧。半日野郎は死んでしまえ、麻酔会の暴言で、最西会川口総合病院が謝罪。2019年2月3日閲覧。ありがとうございます。